はい、それでは始めてまいります。皆さんこんにちは。それではガイダンスの方を始めてまいります。どうすれば技術式人展に到達するかというタイトルでガイダンスの方をしてまいりたいと思います。今回のガイダンス、こちらレジュメの方のタイトルにも載ってますが、2本立てで行っていきます。まず私の方からは丸1番、合格者の方に現時点でアンケートを取りました。で、あなたは何の論点を間違えて何の論点を当たってましたかと、でその結果何点でしたかと、といったアンケートを取りました。そのアンケートの結果をまず私の方で提示します。でその後荒川講師から丸2番の方で、じゃあ一体どこまで行っていれば、基準点に到達できるのかと、例年の傾向から見て一体どういうことをしていればよかったのかと、といったことをやっていこうと思います。ではまず私の方からいきたいと思います。レジュメの方ですが、ちょっといつもと違って横にちょっとしちゃってください。横にしちゃってください。ありがとうございます。左側に第1弾、2弾、3弾とありまして、これ不動産登記の論点がざーっと書いてあります。ちょっと上からざーっと眺めてもらっていいでしょうか。第1弾は数字相続による登記が入っております。で第2弾の方はまず1件目、普通に共有者税持ち分全部移転が入り、でその後に原因証明の内容を書かせるという内容でした。でそこは成年後見人、後見監督が絡んでいて、原因証明の内容はそれどういう人の同意がいるのかといった話も論点だし、所有権移転時期とか役も論点でした。で第3弾は冒頭で地上権設定を書かせ、でしかも地上権登記事項は結構いろいろ書かせるという問題です。で第3弾の括弧2では、その地上権に寝て等を設定した場合の話が出ておりました。で合格者の方にここのところで間違えたと、明らかにダメだと思ったところには×を、でできたと思われるところには丸を書いてくれと、そしてご自身の点数を教えてくれということを頼みました。さすがに不合格者に頼むのは傷口に塩を塗りかける作業になるので、さすがにそれができず、受かった方にしかできておりません。でまたこのタイミングではいわゆる開示請求の答案がまだ手元に来ていません。だからご自身では多分これはできたはずだと思ったけどできなかったといった論点はもちろんあるだろうし、またここに書いてないところでミスっているという可能性もあると思います。また主観も入りますので、絶対的な数字ではないと思いますが、ある程度の指針にはなると思います。ではこちらの方ですが、この今のページでは6人の答案が出てるんですが、一番右の6番の方を見てください。6番の方、この6番の方は第1弾と第1弾括弧1と括弧2を全滅しています。つまり数字相続の判断ができなかったんです。でその方一番下の、でなおかつ第2弾もそこそこ間違えてるんですが、ただそれ以外がほとんど大丈夫なんですよ。で一番下見るとこの人の点数が出ています。 15.5、 おそらく第1弾自体では12点13点、これぐらいはいってると思うんです。おそらくここで1欄2欄3欄でどっかの欄だけ点が高くないってことが推測できます。3欄だけすごい点数を持っているとか、2欄だけ点数を持っているということはないと思います。単純に35点を3欄で割ると、3つの欄で割ると約12点、おそらく12から13ずつ配点されているんじゃないかと思います。で次に見てほしい方が4番の方です。ちょっとどんな風な間違いをしているか見てやってください。間違いの中心が2欄、特に2欄の括弧2に集中してるんです。でその方の点数が一番下24なんですよ。となるとこの2欄の配点というのはこれはどう見ても低くはないってことですよね。こちらもしこの2欄の配点、2欄の括弧にいわゆる原因証明の配点が3点4点しかないんだったら、こんな点数にはならないと思うんです。第2欄全体で12から13点と配点をもし考えた場合、低くても7から8、低くても7から8で、ひどければ10は言い過ぎかもしれませんが、それぐらいにはいってると思うんです。
同じように2番目の方を見てください。2の方、2の方もほとんどの間違いが第2欄に集中している。でなおかつ先ほど見た4の方と違ってちょこちょこ間違いが多いというところで、点数としては22という数字になっています。やはり第2欄の括弧にはやっぱり点数を結構持っていくというのは間違いありません。下のページの方に行っちゃってください。下のページの方に行ってしまいまして、10番目の方、10と書いてある方を見てほしいんです。で、この方は第2欄の括弧2がほぼ全滅、ほぼ全滅で、それ以外で間違えている箇所が第1欄で括弧1、括弧2で1、2で、第3欄の方で1つで、第3欄括弧2の方で3つということで、約7個ほどって考えると、第2欄括弧2を仮に8点というふうに考えた場合、プラス7つのミスということで、約15点の減点。で、21点。まあ、約15点マイナスだと思われます。はい。ということで、まずここで言いたかったのは、登記原因証明情報の書き方。これがやっぱり重要だってことですよね。本試験でも何回も出しているので、どんどん配点を高めているんじゃないかと思います。ちょっともう少し分析はしていくんですが、少しだけ、この原因証明のところだけ少しコメントをさせてください。レジュメちょっと横に、ちょっと縦横逆にしてもらって、8ページ、ちょっと見てもらっていいですかね。で、8ページ、こちらの方ね、ちょっと私が最近やり始めた講座のテキストから少し抜粋しました。こちら、このような事実関係があって、どういう原因証明を書くかといったものをちょっと、モデル化してみました。これ5ページが事案で、6ページが申請書と原因証明です。6ページまた見てください。で、6ページの下の方に、報告型登記原因証明情報の例と書いてあります。で、そこに、カッコ1からカッコ4とあります。で、ここなんですが、原因証明は基本的に、物件変動が起きるまでの流れ、物件変動が起きるまでの流れを書くというのになっています。で、ここで必ず落としちゃいけないのは、日付と人の名前です。日付と人の名前です。単純に、売り主、買い主と書いたら点はつきません。で、もうちょっとここを分析しますと、括弧1、売買。B は A に対し、年月日、本件不動産を売った、人の名前が入っている、そして日付も入っています。そして、売ったという表現、これで十分です。売ったという表現十分です。代金までは書く必要はない。代金までは書く必要がない。代金というのは、もちろん要素ではありますが、金額は売買契約の要素ではありません。代金が決まっているのは売買なので、金額は要素じゃありません。で、今年出ている論点ですが、括弧に移転時期の特約が入ってますよ。で、括弧3、それを払っていますよ。で、最後に、まあ、決まり文句が一番最後の一行、決まり文句が最後の一行、よって、本件不動産は同日 B から A に移転したと。流れを書いていって、で、最後に物件変動が起きてるんだってことを最後にズバッと入れていくと。はい、で、同じように今度は7ページ、これが代弁済による移転登記、代弁済による移転登記の、
事件と、次のページが申請書と、あと、原因証明になっています。次のページまた見てください。で、まず、カッコ1見てやってください。でね、絶対じゃないんですが、所有権以外の登記の場合は、まず、どの登記をいじるかを書いてください。どの登記をいじるか。で、どの登記をいじるかをまずね、冒頭に入れます。所有権以外ね。で、その時に、どの登記をいじるかの時には、できるだけ受付年月日までちゃんと入れてください。受付年月日まで入れてください。で、括弧3のところ、B は C に対し年月日本件不動抵当権の非担保債権を全額弁済したと、払ったと。で、よって本件抵当は乙から甲に移転したと、よってと書いてあって、移転したと書いてあります。で、この日、原因証明、絶対抜かしちゃいけないところは、括弧2なんです。これがあるかないかで、代弁済の要件が違いますよね。利害を持っている人であれば承諾はいりませんが、利害がない人は承諾がいります。だからこの保証人という文字がないと、この要件を全部満たしたことになりません。ということで、ぜひご自身のテキストで原因証明が載っているもの、それがあれば、今の観点で原因証明載っているものを見ていってください。一個一個の登記について見ていってみてください。で、もしそういうのがなければね、またね、いろんなものを考え、本なり何なりね、探していけばいいと思うんですが、もしなければ、私も講座もやってますので、そういうのを参考にもしてください。ぜひ今の観点で、まず自分が持っている原因証明のものね、読んでみてください。あとね、過去問なんかもね、検討してもいいんじゃないかと思います。では改めてちょっと縦横逆にしてもらって、また3ページの方を戻ってやってください。で、3ページの方で11番と12番の方がいると思うんです。で、11と12だけちょっと太枠にしているのが、実は理由がありまして、このお二人は合格したときに私の方に実際にこういう答案を書きましたと、レックの採点サービスを受けた時の答案も持ってきてくれたんですよ。で、答案持ってきてもらって、で、点数も教えてくれたんです。なので他の方の印象と違って、まだ信用性は高い方になると思いますので、ちょっとこれを細かく見ていこうと思います。で、この、その方はその答案だけもらって、私が三角×をつけました。まず11番の方は、こちら、まず相続人による登記、ここのところの書き方、表現をミスっています。あと、添付書類として2つ抜けています。うとえを間違えています。で、第2欄の方も、非の民事大輔の方を抜けています。そして、第2欄、括弧2なんですが、これ、三角、×三角になってるんですけど、この方、人の名前が特定しなかったんですよ。その名前が書いてなかったので、おそらく大減点まではいかないと思うんですが、満点はもらえないはずなんですよ。そういった意味で、この方を三角にしています。要素としては欠けているんですが、要素としてはね、初めの2つ欠けているんですが、ね、名前が入ってないと。だから、下手すれば4点ぐらい引かれてるんじゃないかなと思っています。で、その後ですが、第3欄の括弧1、地上権の登記事項、地上権の登記事項で、範囲と存続期間が間違っています。ちょっと表現が若干違いました。あとは第3欄の方ですが、申請事項、債権の範囲の書き方、債権の範囲の書き方のミスがある。あと、申請情報のミスがある。添付情報のミスがある。なんですが、意外と点がありませんか。
もちろんその第2弾の括弧の減点量が低いというのもあるんですが、それでもなんか点が高いなって感じがするんです。で、一つ思うのが第3弾の括弧1、ここなんです。あとね、第3弾の括弧2、登記事項の書き方、ここが再転換による幅がかなりあるんじゃないかと思うんです。というのが、その12番の方見てやってください。11と12のね、違いをちょっと見て点数も比べてみてください。この×の数だけで見れば明らかに11の数の人の方が多いんですよね。にもかかわらず12とあんまり点数が変わらないんですよ。で、他の方でも、まだね、口頭で話を聞いてる限りでは、この点数にばらつきが出るところっていうのは、一つの要素は、この地上権、ネテートの登記事項の表現。その部分で、再転換による裁量が結構あったんじゃないかと思うんです。ただ、まあ、いずれにしても、ちゃんと書けたことに越したことはありません。用益権がここ最近毎年出てますので、もうぜひね、今のうちから、用益権は普段の練習に入れてください。用益権は普段の練習から入れてください。で、次は、商業登記に行きましょうか。4ページお願いしていいでしょうか。で、またね、論点、左側にざーっと書いてますので、論点まず確認してもらっていいですか。どういうものが論点だか。まあ、第1弾の方は、はじめ継続があって、生産人の登記は申請しちゃいけない。で、この後継続に伴って役員が登記されていって、最大の論点が社外監査役、社外監査役をちゃんとかけたかということと、あとは C、監査役の C、任期がこの人10人になるということ。それともう一つが、下から4つ目ぐらいかな。ね、平成35月30日設定、監査役会設置会社、監査役会をちゃんと設置しているかということ。で、第2弾の方は特段でかい4論点はない。まあ、あるとしても無償割り当てぐらいでしょうか。で、あとは支配人関係のところもあります。で、第3弾、いわゆる無効事由で、譲渡制限の廃止、いわゆる4倍ルールがちゃんと書いてあるかということ。あと、監査役会設置を消極にしていないかということ。監査役会の消極にしていないかということ。で、第4弾が可能数の変更の絡みを書いているかということになります。で、ちょっとまず信用性が高いデータからいきましょう。10番、11番、先ほどと同じ方の答案をちゃんと持ってきて、答案を見せてくれた方のやつから見たいと思います。10番の方見てほしいんですが、10番の方、第3弾、×がついているところあると思います。10番の方は、社外性の判断をミスっています。社外性の判断をミスって、監査役会を消極にしています。監査役会を消極にしています。だから、それに伴って、上の方を見てほしいんですが、監査役 DG が×になりますよね。DG。この方は監査役会が置けないと思ってますので、社外監査という旨を登記事項にしていません。社外監査の旨を登記事項にしていません。なおかつもう一個、平成30年5月30、監査役会設置会社。これも書いてないから×になります。で、この方、一応、その、書いてる答案だけ見ると、ここ以外、ほぼ完璧です。ほとんど非の打ちどころがなかったんですよ。で、トータルでいくつになってるかっていうと、7点引かれてます。無効事由のところのミス、あとは登記事項のところのミス、監査役官のところのミス、っていうところで7点引かれてます。ちなみにこの方、4倍ルール気づいてます。4倍ルールもちゃんと書いた上で、監査役官もダメだというふうに書いたんです。で、この第4弾のところについてもちゃんと検討はちゃんと書いていますので、多分ここで監査役会だけのミスで7なのかなと。致命傷といえば致命傷かもしれませんが、他でなんとかなるという数字ではあると思います。で、一方、この11番の方なんですが、
11番の方は、ミスっていうところが、社外監査の認定を間違ってます。社外監査の認定を間違ってるんです。誰が社外かを間違っているんですが、監査役会は積極にしてます。で、また、4倍ルールも気づいているし、いわゆる4倍ルールの後の措置も間違っていません。ですが、この方、第一欄の添付書類、これがほとんど書けてないんです。で、なおかつ、この方なんですが、監査役設置会社ってことを書いたんです。監査役設置会社。これ監査役設置会社を設定しちゃっているので、自由で減点をされるし、登記すべき事項でも減点されます。というところもあって、この方22点なんですね。つまり結局どっかにドボン論点があって、それに引っかかると落ちるんだと、やっぱりそういう噂ってやっぱ出回るんですよ。今年はあれやられた人は絶対落ちるんだよと。ここ何年間の答案見る限り、やっぱりそれはないと思うんです。結局ちっちゃい減点の積み重ね、ちっちゃい減点の積み重ねが結局トータルの点数を下げてしまうという結果になると思うんです。このガイダンス、今受けられている方、また通信等、同時配信等で受けられている方、またね、インターネットで受けられている方、多分合格できなかった方だと思います。ぜひ、開示請求をしましてください。開示請求をして、一体自分がどこを間違えたかということを正面から向かってください。抽象的に、あの論点を間違ったから自分が落ちたんだと、それでは反省になりません。一個一個小さい失点をどこまで積み重ねてしまったのかと、本番で何をしたかっていうのをぜひ正面から向かい合ってください。ではちょっとそれ以外の方を見たいと思います。8番の方を見てもらっていいですか。8番の方、特に第3欄第4欄見てほしいんです。8欄の方、第3欄第4欄を見てほしいんです。で、この方は、いわゆる、公開4倍ルールのところでミスってるし、監査役会も監査役会のところでミスってます。3段と4段、いわゆる今年の論点の監査役会の論点と、あとは4倍ルールの論点、すべて引っかかってます。4ページ見ております。4ページを見ています。で、おそらく監査役会のところで最大減点で7。で、公開のところの最大限点がおそらく6だと思うんです。ということで、実はね、3番の方も見てもらっていい？ 3 番の方。3番の方は、3番の方は、公開のところの第3弾の公開のミスをしているので、一緒に伴って第4弾も完全にミスっちゃいます。なので、ここのところで3点、3点、プラスもう1つぐらい、登記すべき事項のところで余剰記載かなんかのところでまた減点があるって6点ぐらいいくんじゃないかと思うんですよ。ってことで、この第、8番の方の減点の幅がね、つまり監査役会で7、公開で6から7ということで約13から14持っていかれたんじゃないかなと思います。で、最後になるんですが、点数だけずっと横見てもらいます。点数だけ、これ繰り返しますが、合格した人の点数ですからね。で、また不動産も見てもらっていい？前のページかな。まだまだ見てるサンプルは少ないとは思うんです。でもやっぱり見てるサンプルの中でいろいろ聞いてるとね、合格してる人の中ってやっぱり不動産は点取ってるんですよ。不動産を点取ってて、で、商業の方で落としていると。商業の方は結構幅が大きいんですよね。そんな感じに見受けられました。はい。といったところで、まず私の方で合格者の分析はここまでにしまして、では次に荒川講師の方から、じゃあ一体どこが分からめなのかという話をしてもらいたいと思います。では、荒川講師、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です。ちょっと今日私の喉が若干痛めておりまして、なので根本先生もちょっと抑えめな
トーンでお話しいただいてたんですが、ちょっと音量は上げてもらってますので、あとゆっくりお話ししていきますので、お聞き苦しいところはご容赦ください。はい、ということで続いて、2番目ですね、過去の本試験から見る記述基準点に達するか否かの分かれ道ということで、引き続いてお話をしていきたいと思います。そうですね、今根本先生の方から、合格した人たちが実際どういう書き方をしていて何点ついていたのかというデータは出ているんですけれども、そんなのもちょっと踏まえつつ、全体として、基準点なんかを見ながらどういう方向性を皆さんが今後に向けてね、持っておけばよかったのかというお話をしていきたいと思います。そしたら、レジュメの方の14ページ、基準点のデータですよね。ここから改めて見ていきたいと思うんですけれども、今年結果として基準点が37でしたよね。ということで、午前78、午後72、基準点37、そして、そうすると全部足すと基準点合計が187、そして合格点が212でしたから、差が25.5取らなければいけなかったというのが結果として出ています。なので、これだけを見ていくと、基準点を基本的にクリアしていって、あとは 25.5 点を上積めしなければいけなかったので、択一ベースでいうと8問では足りない24ですからね、9問取らなければいけない状態だったというのがまず結論としてあります。でそんな中で、ここ最近の傾向として出ているものが、もう一回少しこう縦に見ていきたいんですけれども、一番直近の30年から下っていって10年分見ていただいているんですが、ここの採点率っていうのをちょっと見ていただきたいんです。これ、15% 近くがここ4年ぐらい、出ているんですけど、これ何の数字かっていうと、結局記述の採点を受けられた方々が全体、受験生の中の何パーセントぐらいいらっしゃったのか、つまり択一をクリアできた方の割合だというふうに考えていただいてもいいんですけれども、そうするとここ近年だと大体 15% ぐらいの方が記述の採点を受けている状態になっています。でもうちょっと見ていただくと、それ以前の年っていうのは、少しデータがないところもあるんですが、10% あるいは 9% ということになっています。おそらくその前ももっと低めの数字が出ていたということは想定されますので、何を言っているかというと、記述の採点をしてもらえる人たちの割合が増えているということは確かだと思うんです。これは何を表しているかというと、本試験直後に根本先生なんかもガイダンスでお話をしていたかと思うんですが、結局記述の採点を受けられる方々って人数が大体決まってるんですよね。見ていくと大体2000人ちょっとが絶対数として採点を受けている。でそれに比して受験者数が減ってきているということは、受験者数が減っている中で記述式の採点をする人は大体2000人前後、2000人ちょっとというのが決まっていると、結果的に記述の採点に回る方々は絶対人数としては増えてきているということが言えるわけです。なので、まずは記述の採点をしてもらいやすくなっているという状況、これをまず掴んでおいていただいて、あとはその結果がどこに出ているかというと、皆さんにとっては大変なところなんですが、いわゆる上積み点ですよね。基準点を超えて、あとプラスアルファで何点取らなければいけないかというところが、ここ最近やっぱり20点超え、をしている、去年でも26、その前は23、その前で 19.5 がつながっているというような形ですから、この辺りが基準点を超えただけではなかなか合格しないような気がするというお話になっていってるとは思うんですね。でそこで、確かに、
データだけ見ると、まあ、基準点を超えてもプラス今年で言えば9問載せなければいけないから基準点を超えただけで安心できないというお話にはなるんですけれども、でもそれは、その記述の採点を受ける人の割合が全体として、まあ 10% ぐらいから 15% に増えているので、要するに基準点を超えてあともう一頑張りする必要が出てきたという形で、ちょっと試験の方向性が変わっているから、まあ、こういったデータが出ているんだというお話をね、まず理解をしておいていただきたいんです。で、あとはじゃあ今までと比べて難しさも上がってしまったのかというところを検証しておきたいんですけれども、私が受験生の頃から、まあ、大体王道なのは、まあ基準点、まあ、もっと言うと記述は基準点を何とか超えましょう、そしてあとは択一で上積みをしていきましょう、そしてその時の、択一の取る、まあ、水準なんですけれども、午前30、午後30問ですね、なので35問中30問ずつぐらい、計60問ずつぐらいをクリアして、あとは記述はなんとか基準点を超えるんだと、こういうのが、まああのまあ、勝ち抜ける王道だというふうに言われていたんですけれども、じゃあその法則がここ数年上積みが増えた増えたと言われる年にだということで、じゃあ見てみるとどうなんだという話なんですけれども、まあ、例えば30年今年で言うと、78、まあ、26問24問ですから、仮にこれを、まあ、30問ずつ取ったとするとプラス10問の上積みがあることになります。そうすると先ほど検証した結果ではプラス9問の上積みがあれば合格する、 25.5 ですからね、プラス10問あれば30点の上積みがあるわけですから合格していくわけです。例えば、そうですね、この辺か、24年、この辺りはかなり25年24年かなり基準点が高い年なんですよね。28、27、まあ、25年で見ると、まあ、84、81ですから残り5問しか、28と27ですから60問から引くと残り5問しか、差がないわけなんですけれども、見ていくと、まあ、実は15ということで、まあ基準点が高くてある程度基準点を超えることがものすごく大変で、あとはもうちょっと上積みできればと言われていたような、まあ、5年6年前のデータと今現在のデータを比べてみても、確かに上積み点というところに注目してしまうと点数的にはいっぱい取らなければいけなくなったなという感想はあるんですけれども、まあ記述式については基準点を超えていく、そして残りはなんとか択一で稼ぐ、その択一で稼ぐのも、まあ、30問取っていくという、まあ、ここを、まあ、私の受けていた時からするともう10年以上経っているわけですけれども、その頃からある意味法則性は変わっていない、ただその記述の採点される方々の割合が増えたのでちょっと数字的な違いは出ているけれども、つまり皆さんが目指していかなきゃいけないのは、まあ、相も変わらず、まあ、これ私の考えではありますけれども、あんまり記述式に、ですごく頑張らないといけないのかということを考えるのではなくて、あくまで記述式はまず基準点を超えていくということを目標にして、あとはどこで稼ぐか択一で稼いでくださいという方が圧倒的に皆さんの苦労というか、あの費やす労力が合格につながりやすいというふうに思います。もう一つ、まあ、数字的なことを言うならば、基本的に、司法書試験って今280点満点なんですよね。でその中で、記述が占める割合が70点ということは択一が占める割合が210点です。つまり択一の方が3倍の点数をもともと持っているわけです。ということは、まあ、単純計算してしまえば択一で1点取るのと記述で1点取るのとどっちが大変かっていうと、記述の1点は択一の3倍の価値があるっていうことになるわけですね。なのでこの 25.5 点を上積みしていこうというときに、記述式をすごく頑張って点数を乗っけていこうとすると択一よりも、ちょっと頑張らなければいけない割合が、まあ、数字上は高くなっているだろうということが言えますし、あとは皆さんも実感として
思っていると思うんですけれども、やっぱり記述式って毎年出てくる論点が何か変だったり、解き方が難しかったり、何書いてあるかわからなかったりということで、ある意味予測がつかないものが含まれている可能性が高いんですけれども、それと比べると択一式の方が、対策も立てやすいですし、勉強した結果がそのまんま点数につながりやすいので、どちらかというと皆さんのモチベーションも保ちやすいと思います。ですので、あくまで、王道、記述式の対策というのは、まず基準点を超えるぐらい、あんまり欲張りすぎずに、平均的に基準点を超えられるような力をつけておいて、あとは択一の方で頑張ればいいんだという基本方針、これを持っていただくのが、やっぱり皆さんの中で一番、楽に合格に近づくための、手段なんじゃないかなというふうに改めて今年の試験を見ても思った次第です。じゃあ次に、記述式の基準点って何なんだろうということを改めて確認をしておきたいと思うんですけれども、確かにデータを見ていくと、今年が37、去年が34、その前 30.5、36.5 ということで並んでいっていますけれども、この点数って何なんだということですが、結果としてはこの記述を採点された方々の平均点とほぼイコールだというのは、これはもうデータから明らかになっているわけです。つまり毎年記述式の採点を受ける、つまり択一午前午後両方基準点をクリアした人たちが記述式をやって、それを点数をつけた平均点、偏差値でいうと50のラインがこの基準点とほとんど変わりません。 0.5 点も開くことはありません。ということは、記述式の採点をされるところまで持っていけば、あとはその年採点されている方々の中で2人に1人上位半分に入れば基準点を超えるということが結果データとして出てきているということ、これを改めて頭の中に入れていただきたいんです。つまり点数が高い年があったとしても、今年はちょっと高めに見えますけれども、でもそれはこの今年受験された採点されたおそらく2000何百人の方々の平均点、つまり皆さんにとっては点数を比較的取りやすかった問題が出ていたに過ぎないということです。逆に2年前、平成28年ですと、平均点が、要するに記述採点された方の平均点が 30.5 点しかなかったという考え方なんです。つまり皆さんにとっては若干難しい問題だったんだろうと、論点がというよりも答えを出すのが難しい問題だったんだろうという評価ができるわけです。ですから点数が下がるということにしか過ぎない。なので、皆さんがやらなければいけない記述対策として、この後実際に平成30年のデータをもうちょっと分析しようとは思いますけれども、皆さんと同じようにその年受験している人たちの中で記述式の採点をされた人たちにとって解きやすいかどうか、それは皆さんにとっても解きやすいかどうかにつながっていきますから、難しければ平均点が下がるんです。簡単だったら上がるんです。つまり皆さんが取るべき点数をしっかり取っておけば、難しい論点を、つまりなんて言うんでしょうね、その場で見て、例えば見たことないような論点が聞かれていて、例えば一番最初に要約権の問題が出た時なんかはそうだったと思うんですけれども、そこで独創的な能力を発揮したりとか、天才的なひらめきを持って難しい論点をちゃんとクリアした人たちが合格しているのではなくて、もうみんなが今までやってきたことを着実に積み上げて、ミスなく、守りの答案というイメージになるでしょうけれども、やれることをきっちりやる、難しいものは間違えてもいいんだという考え方、できるものを一つでも多く積み上げていけば、で結果として採点された中の半分さえ勝ち抜けば基準点を超えるんだという、この感覚をね、持っていただきたいと思うんです。なのでそんなに難しいことをやらなければ記述式の基準点をクリアできないのかというと、そんなわけがない。ほとんどだって受かっていく皆さんも、皆さんと同じような講義を受けて、同じような模試答練を受けて、力をつけて受かっているわけですから、どっかで
記述に受かるための虎の巻みたいな秘伝みたいのがあって、それをマスターした人たちだけがクリアしていくわけではないんだと。平均点を超えれば基準点を超える。まずここのね感覚をしっかり持った上でこの後のお話を聞いていただければと思います。でそしたらレジュメちょっと戻っていきますけれども、そうですね、論点ということでページとしては15ページになりますけれども、過去10年間どのような論点が実際出ていたのかというのをなんとなくざっくりですけれどもまとめてみました。まあ、こちら不動産投機ですと、まあ、お手元あると思うので大写しにしておきますが、まあ、いわゆる表示変更ですよね。名変投機は、まあ、これはもう皆さんの中でも常識になってきていると思いますが、まあ、出ない年の方が珍しいということで何かの形で出てはいますよということ。そして、まあ、所有権、抵当権、寝抵当権ということで分けていくならば、まあ、所有権はどっちかというと、まあ、今年もそうでしたけれども一般承継、いわゆる相続だったり合併だったりとか、そっちの方が割合的には若干多く出ているというのが傾向としてはあります。そして抵当権、抵当権もどっちかというと、まあ、一般承継に基づく、まあ、移転だったりの方が多い中で、あとは意外と多かったのは弁済による抹消が、抵当権に関しては数多く出ているという傾向がありました。またそれに比して寝抵当権ですが、これもね今年も出てるんですけれども、まあ、寝抵当権はいろんな論設定から始まってもう変更、移転、ね、元本確定、抹消全て出ているような形ですから、やっぱり寝抵当権というのはちょっとしっかりマークをしておかなければいけないということが言える。あとさらに言うならば、あとはここ最近の傾向ですと用益権ちょっと出続けています。あとは登記原因証明情報、まあ、こちらも、まあ、先ほど、第一部で根本先生が言ってましたけれども、やっぱりちょっと出てきている、ほぼ何回に1回かは聞かれているよということです。まあ、なので、まあ、こうやって見ていくと、じゃあ皆さんが登連だったり模試だったり、あるいは、普段受講なさっている講義で見たことないような話をしているかということなんですよね。そうすると、まあ、当然本試験傾向に合わせて講義だったり答練模試というのも組み立てられていますから、そんなに見たことないものばかりがあるわけではない。強いて言うならば用益権ということでしょうけれども、これも実際過去問を見ていただいたら分かると思うんですが、じゃあすごい難しい用益権の論点聞かれているかというと、結局は用益権の設定ですよねを聞いてきていることが今のところはほとんどなので、そうすると皆さんが択一でも登記事項ということで用益権の登記事項を学習なさっていると思うんですけれども、その延長線上でなんとか、もし初見でね、初めて出てきたとしても、まだその延長線上で満点は取れないかもしれないけれども、なんとか、まあ、部分点レベルで他の方と差がつかないレベルにはできるはずであろうということが予想はされます。またもう少し話をしてしまうと、今度商業登記法ですが、まあ、これも皆さんご存知だと思うんですけれども、組織再編系、これはまあ例えば解散だったりということ、ね、今回は解散からの継続でしたけれども、会社の形態がまあぐるっと変わるというカテゴライズにするのであれば、まあ、解散なんかも含めちゃっていいということであれば、まあ、ほとんど毎年のように何か出てきているという状況ですから、まあ、これは何か対策をね怠ってはいけないというところだと思います。あとは、まあ、公開会社が非公開会社になったり、非公開会社が公開会社になったりとい う、 こう切り替わっていくというのも大体2回に1回ぐらいは出ているかなという印象があります。まあ、今年もそういう意味では公開会社だからこそどうしたらいいのかという判断が問われていた。だからやっぱり公開非公開にまつわる判断というのは本試験でもよく聞かれているということが言える。その後は機関構成、役員変更、まあ、ちょっと広すぎだろうという話はあるんですけれども、その中でも機関構成では取締役会とか監査役会とか監査役、この3つのキーワードを変えてくることがほとんどです。もっといっぱいあるかなと思ったら、実はそうではなくて取締役会を置いてみたり廃止してみたり、ね、今回だと監査役会を置こうとしてみたり、そういうことである程度機関設計といっても論点としては絞られているのが、まあ、ここ10年ですけれども現状ではあります。
あとは役員変更も、役員変更といったら広すぎるよねという話があると思うんですけれども、もうちょっと踏み込んでいくと、任期満了を生じさせるような定款変更とまで言っておきますを切り口にした論点が非常に多く問われていることは事実です。つまり何を言っているかというと、おそらく皆さんの中で、法定任期2年でも4年でもいいです、あるいは定款で10年に伸ばしていてもいいです、そういう状態からスタートして、特に任期が変わらない状態から任期満了を読み取るのがめちゃくちゃ難しくてどうしようもないという方はほとんどいらっしゃらないと思う。でもその中で任期満了に関する、やっぱり、例えば退任だったり権利義務のお話がなぜこれだけ出題されてくるかというと、任期を途中で変えているからなんですよね。例えば、今年は確か、10年任期、5年任期を2年に縮めるような、確か出題だったと思ったんですけれども、要するに任期を短縮した時にどんな影響が出るかという聞き方をしていましたし、場合によっては伸ばすこともあるかもしれない、あるいは直接任期をいじってこなくても、例えば公開会社になったであるとか、そうするとどんどん皆さんが意識していた役員の任期が他の要素で変わっていく、つまりそれに気が付くことができなければ任期変更も、任期満了も見逃してしまうし、そうすると権利義務のお話も思いつかないし、そうすると就任順位を間違えてしまうというようなことにどんどんつながっていくわけです。つまり役員変更といっても、もう少しクローズアップするならば、結果として問われているのは任期の変更を、強制的に生じさせるような定款変更、こちらがやっぱり論点としては多く問われているのは現実問題としてありました。あとは、意外に思われるかもしれないんですが、今年も聞かれてましたよね、支配人。結構聞かれてます。皆さんのイメージよりは聞かれてると思っていただいた方がいいと思います。これもつまり、ちょっとこれ分析した結果も含めて書いてあるんですけれども、支配人って、例えば本店移転、支店移転に伴わせて、支配人の営業所の移転だったり、支店廃止に伴って、支配人の代理権消滅、あるいは、今回本試験で聞かれていたように、支配人が代取に選ばれることによって代理権を消滅していくというような形で、意外と他の登記事項に関連させて、実は支配人にも影響ありましたというような論点がいっぱいあるので、出しやすいんでしょうね、おそらく。気がつきにくいから、皆さんの中で結局差がつきやすい論点になっていくから、実務上支配人が大事かとか、そういうお話とは別に、皆さんの実力を測る上で、商業登記だと、例えば今のね、任期変更の話だって、定款変更があったことは書いてあるかもしれないけど、それが役員の任期にどうつながっていくかが読み取れるかどうかで差がつきやすい。支配人についても、その支配人にの、ただ選任する支配人が辞任するっていうぐらいだったら、議事に書いてあることだから気がつきやすい中、例えば支配人を置いている本店を移転したらどういう影響が支配人に及ぼされるのかとか、そういったところで少しこう事実の関連性っていうんですかね、そういうのを読み取れるかどうかというところを試すためには、もってこいなのかなという、私の予想でしかないですけれども、こんな論点が聞かれているという状況です。なので、皆さんの中でもある程度傾向を見た上で、逆に言うとこの商業登記で、よく言われる募集株式の発行なんて出てはいるんですけど、10年の中で毎年、あるいは2年に1回出ているのかと言われると、そんなことは実際ないわけです。ですから、当然、当連模試でも出題がある以上、それについていかないと点数が取れないので、若干気分が悪いというところはあると思いますが、でも本試験の傾向っていうのをちょっと見た上で、その上であとは、じゃあ実際のその年の方々がどのくらいできたのか、それが基準点ですから、ちょっと過去問と比べ合わせる中からも、どのくらい皆さんが注意して、勉強しなければいけない論点があるのかっていうのを少し見直していただく必要はあるかと思います。やっぱりどうしてもね、本試験問題から離れていっちゃうと、実際に何をやってればよかったのかっていうのは少し
まあ、自分よがりというかになってしまうケースがあり得るので、例えば、まあ、本試験そのもの、あるいは本試験を分析した結果出題されている答練模試と比べてご自分の知識というのが通用しているのかどうか、さらに言うならば常に半分より上に行かなければいけないわけですから、基準点平均点と比べてご自分の出来がどうかというのを比べていただく必要があるんだということになります。じゃあ、だいぶね話の方していけるので、じゃあ、今年の分の分析だけねしておいて、あとはどういうふうにつなげていけばいいかということをね考えていただければと思います。レジュメで言うと、まずは10ページ。まあ、横にねしていただいて見ていただくといいと思うんですが、まあ、今年の不動産登記の問題を、まあ、枠ごとと言ったらいいんですかね、まあ、塊ごと申請ごとにこうまとめてみた大きな、不動産登記用の回答を俯瞰したような図になっています、まあ、この一枠が1申請というふうに考えていただいてもいいですけども、大きく分けると、まあ、所有権移転そして高山空き子持ち分全部移転ということで、これが第一欄の答えでしたよね。でその後第2欄で、売買による移転登記、そしてその登記原因証明情報を聞いていた、そして、その後は地上権設区分地上権設定をして、その地上権に転定登権設定をしていると、大きく言うとこういう、区分になっていた。これをさらに細分化して見ていただいていたのが、先ほど第1部で見ていただいた根本先生が詳細に確認していたものになりますけれども、大枠という意味ではこういうくくり方ができるかと思います。そしてその2ページぐらい、あと12ページになるんですけれども、今度同じような形で商業登記法になりますけれども、まあ、ここも、まあ、細かいところはありますけれども、まあ、大きく見ていくならば、もうちょっと、まあ、今回は継続に伴って取締役会を置いた、まあ、結果監査役会を置いた、そして取締役を選び監査役を選び、そして、まあ、補欠取締役を選んでおいて支配人を選んだ、そしてその監査役会設置をしたことによって社外監査役を置かなければいけなかった、あと、まあ、代取も選んでいるという塊が大きくあって、その後、まあ、第2欄ですかね、株式の無償割当て、代取の就任から先ほどちょっと触れましたけれども支配人の代理権消滅、そして取締役が死亡にとしたことに伴って補欠取締役が就任していく、そして最後ね3欄4欄のところでしょうけれども、譲渡制限の規定の廃止というのが、公開会社だからできませんというお話があり、じゃあそれを生じさせるために何をすればよかったのか、要件を改めて聞いているというのが4欄という形になっていたかと思います。ということで、まあ、まずは細々と話をしてしまうと論点的に何を知っていなきゃいけなかった、何ができなければいけなかったって出てきてしまうんですけれども、大きく分けて、まあ、先ほど来その年の記述式の基準点というのは採点された方の平均点だというお話をしていますので、じゃあこの今見ていただいた塊、大きい塊の中で、じゃあ今年37点を取っていくためにどのぐらいのところを取って、まあ、論点の塊として、クリアできていればこの37点を超えたんだろうかというのを大きくねまず見てみたいと思うんです。ということで、画面の方には、取っておきたかったなというところを赤く今から示していきますので、皆さんはそのレジュメの方にね印をつけるなりしていただければと思うんですけれども、はい、ということでもうちょっと寄りますかね、はい、不動産登記の方なんですが、あくまで論点の、まあ、取りやすさということで考えるならば、第一欄ですよね、第一欄の、まあ、数字相続のお話、ここは、まあ、先ほど根本先生が見ていただいた出していただいた合格者の方の答案を見ても、ここをやっぱりちょっと外すというのは点数的にかなりインパクトがあったところでしょうし、じゃあ皆さんの中でこの第一欄の、相続2本これを処理するのがめちゃくちゃ難しかったかと言われると、まだ組みしやすかった論点だと思います。ですので、この第1欄の登記申請と、あとは、ま、そんなに枠ずれ、いわゆる枠ずれをするような、問題文の作りではなかったので、一番後ろに入っていますけれども、
寝定当権設定、こちらに関しては、まあ、地上権を対象とした寝定当権ではあったんですけれども、そんなに皆さんがいつも学習している寝定当権の設定のひな形等々とずれていくところはなかったと思いますから、まずこの3つの枠、3つの、まあ、塊というんですかね、これをなんとかキープしていただくというのが、まあ、その基準点越えの前提になっていったと思います。でその上でこの赤い点線で囲ってある例えば売買に基づく所有権移転であったり区分地条件設定に関しては、まあ、なんとなくやることは分かった、もっと言うとこの売買による所有権移転というのはある程度点数的には、まあ、書き方として悩ましいところはすごく多かったわけではないと思うので、この赤く塗りつぶしている枠のところはまあ、ほぼほぼ、しっかり取り切った上で赤い点線で囲っているところ2枠ここをなんとか頑張っていけば当然のことならば、まあ、6枠中5枠、はまってくるわけですからいい点数は出たでしょうし、少なくともこの赤枠3つである程度減点が出てしまうと他を頑張ってもちょっと挽回が厳しかったかなということで、ベースにしていただきたかったのはこの3枠の点数かなと。で大体今この辺り取っていくとある程度の点数が見えてきたんじゃないかなと思います。また商業登記法の方も示しておきますけれども、まあ、いろいろ難しい論点はあったんで若干商業登記法の方は取りにくかったかなとは思います。でもその中で、注目しているのは、まあ、いわゆるまず議事録だったり問題文に書いてあって書いてないことを何て言うんだろう判断するんじゃなくて書いてあることをそのままどっちかというと回答用紙に移していく系統で言うならば会社継続のこと自体、あとは取締役会を置くこと、あとはそれに伴う取締役の就任、代取の就任、そして支配人の選任、続いて第2欄系だと代取の就任と取締役の死亡、このぐらいまでは基本的には、まあ、問題文に書いてあることができるかできないかという判断だったので比較的組みしやすかったかなと思います。でその後、まあ、頑張りどころという意味でまた赤い点線でくくっているんですけれども、まあ、そうですね、まずそうですね、まあ、この株式の無償割当自体は、まあ、少し自己株式ですかねの判断をどう取り扱うのという判断があって若干ずれが生じる可能性はあったんですけれども、まあ、すごく難しい論点だったかというのはあるので、この株式の無償割当てはある程度取れている方が実は多かったのかな、ですので皆さんにとっても、まあ、比較的取りにくい論点ではなかったんじゃないかなと思います。それを踏まえてあとやっぱり取りにくかったかなと思う、でも頑張ってみてほしかったなと思うのがちょっと寄っておきますけれども、先ほどお話ししている支配人の代理権消滅、そして、ご自分で最初に確認しているであろう補欠取締役の就任、このあたりも、まあ、補欠の存在というのも議案にしっかり出てきていた中からの取締役の死亡が出ていますから比較的まだ気がついてもよかったんじゃないかなというお話、あとは、まあ、この監査役の就任につながるところなんかも、まあ任期満了の時期をずらしていくというね任期の変更というのを見ているので、まあ、関連付けられたかなという話、もっと言うと監査役会設置とかそれに伴う社外監査役というのは、すごく印象に残る論点ではあるんですけれども、それを踏まえてじゃあ、今年の本試験何が論点として出たのっていうお話になったら、例えば、社外監査役の判断で超難しいのが出たんだよねっていうお話になるかもしれないんですが、じゃあそれが点数それが取れてないと合格しなかったんですかというお話とは別だというお話になるわけです。まあ、大体こう赤く埋まっているところの割合で見ていただきたいんですけれども、ちょっと大きく映しますが、大体例えば商業登記法でも、赤点線を 2,3 個プラスしていただくという前提だとすると、大体半分ぐらいは赤くあるいは点線で囲われていると思います。また不動産登記法の方も先ほど見ていただいたものを大きく俯瞰していただくと半分ちょっとは赤くあるいは点線で囲ったところで囲われていると思います。つまり配点自体はもしかしたら傾斜配点の話があるかもしれないですので読み切れないところはありますけれども、
まあ、ものを、まあ、今見ただけでか大きくこう、まあ、割合というか割合として半分ずつぐらい取れていて、まあ、これは仮に、まあ、等しく点数がついているとすると、まあ、17.5 点ずつ取れた。だとすると2つ足すとこれもう35点なわけです。で、今年の基準点は37点なわけですから、まあ、この赤点線でくくって見ていただいたところがある程度ちょこっとでも乗っていれば十分37点というのは見えてきていたと思うんですね。であとはちょっと今日時間の関係があるので具体的な論点というところまでは踏み込みませんけれども、重要論点一覧というのをそれぞれレジュメの今見ていただいたモデル図のすぐ後ろにつけています。今私が赤くくくったものを取るために具体的にどんな論点が必要だったのかというのを改めて見直していただくと、そんなに難しいことを聞いていないかもしれないということに実は気づいていただけるかなと思います。ちょっと映していると時間の問題があるので口頭でここっていう形で言うだけ言っておきますね。まずは11ページに、不動産登記法の重要論点一覧ということで載っけてあるんですけれども、まあ、赤枠でくくったのが相続による所有権移転ですから、一番最初の3つの重要論点、ここに関しては、まあ、見ていただくとすっごい難しいことを言っているわけではないと思います。また、一番下、地上権を目的とする寝定等権設定ということで、まあ、重要論点的には、登記の目的のところぐらい、あとは印鑑証明書の要否ぐらいしか書いていませんけれども、まあ、このあたりもある意味卓一知識ということで考えるとさほどこう歯応えがありすぎるという論点ではないと思います。つまり皆さんが普段目にしている論点を正当に答案に反映できれば決して基準点を超えるのは、例えば、不動産登記で商業登記で半分ずつ取ってプラスアルファどっかで、2点っていう考え方をしたとしても、じゃあ半分取るためにすごい難しいことを皆さんに要求しているのかというと、そんなことは決してないというふうに捉えていただきたいわけです。逆に今度商業登記法の13ページにも重要論点一覧ありますけれども、まあ、例えば継続でいうと一番上の論点ですかね、まあ、株主総会の決議によって継続することができるであるとか、上から4つ目、支配人の選任の方で、まあ、書き方レベルですけれども、まあ、就任の年月日、選任の年月日は書かないというようなお話、あとは株式無償割当のお話、自己株式は割当がされない、そして譲渡制限、まあ、これはね今回もしかしたら間違った方がいるかもということで着目はしていませんけれども、まあ、4倍ルールと照らし合わせるということであればそんなにめちゃくちゃ難しくてもどうしようもない、知りもしなかった、その場で考えなければどうしようもなかったという論点ばかりではないと思います。あとは重要論点には載っていませんでしたけれども、まあ任期変更の話だとか、あとは基本的に書いてあることをそのまま、議事録から引き写して答えを作っていくという意味では、そういうことを確実にやっていった上で、まあ、半分 17.5 点なり18点ぐらいが取れない問題だったかなというふうに考えていただくと、おそらく皆さんの今の実力をもってしても論点的な考え方とこう比べていくとそんなにハードルが高すぎるというわけでは決してないということが言えると思います。私はそういうふうに感じています。まあ、ということで、時間の方が結構来ているので最後お話の方を締めていきたいと思いますけれども、まあ、前半からお話ししてきたように基本的に、まあ、じゃあ記述の基準点というのはすごい高いハードルなのかということを考えてみると、採点された方のあくまで平均点でしかないということですから、皆さんがいつも当連模試で見ている点数と比べていただくと分かるんですけれども明らかに低いですよね。皆さんが当連模試で受けている時の平均点だったり基準点ってこんなもんじゃないと思うんです。なので本番で受けていくとやっぱりできる方、要するに卓一の基準点を超えられるような方でもやっぱり点数としては、まあ、6割弱ぐらいにとどまってしまうという現状があり、またもうちょっと問題の質ということで言うならば、確かに先ほど見ていただいたようにまあ、基準点を超えるという意味で見ていただくならば、取り切れる論点は当連もして見ているような論点を潰していけば確実にあるんだけれども、まあ、逆に言うと当連もしに比べてこう点数が平均点が低めに出るっていうのはやっぱり現場で見てその場で考えなければいけない問題、要するに難しい論点っていうのも出てはいるんです。
まあ、例えばね、この辺最近だと用益権登記事故登記減証明書法のお話だったりとか、今回の商業登記でも、まあ、あの理由というかどういう形で、できなかった4倍類のところの話、譲渡制限の廃止がどうやったら譲渡制限の廃止できるようになりますかということで、ちょっと聞かれ方的には皆さんにとって馴染みがなくて難しいなって感じるところがある、まあ、つまり、取れる点数として6割ぐらいを取ればいいんだという見方で見るのか、当連模試のように7割8割取っていかないと平均点基準点に届かないのかという意味では、ちょっと考え方を切り替える必要はあるんですけれども、ただ受かっていく人たちであっても6割取れれば御の字の記述式で、その中でじゃあ実際にじゃあそれが取るのにものすごく大変な知識を覚えて大変なやり方をしないと超えられないのかというと、実はそうでもなさそうだということを、皆さんには感じていただいて、まあ、記述式対策、そもそもやれることを積み重ねていって、他の方々ができることは自分もできるようにする、もっと言うとよく出てる論点を確実に守っていけば基準点は、決してクリアできない数字ではない、そして合格まで見据えていくのであれば記述式は、まあ、基準点、まあ、超えるぐらいでとどめておいて構わず、あとは択一式の方で頑張っていく方がトータルでは合格により近づいていけるんだと、まあ、今日はこのような、印象を持っていただければいいかなということでお話をさせていただきました。はい、ということで根本先生よりだいぶ、お話する時間長くなってしまいましたが、まあ、このあたりで私の用意してきたお話の方は全てということになりますので、お話の方は終了にしたいと思います。どうもお疲れ様でした。